小人の靴や。昔ある町に靴屋のおじいさんとおばあさんがいました。毎日一生懸命靴を作りましたが、なかなか靴は売れなくて貧乏になるばかりでした。靴を作る革もあと一足分になった夜、おじいさんは言いました。もうしばらく靴は作れないかもしれないから、今日は革を切るところまでにして、明日ゆっくり作るとしよう。おじいさんとおばあさんはテーブルの上に